ロイク・ピエトリは、フランスのニース出身の柔道選手。階級は 81kg 級。身長 177cm。2009年には、ヨーロッパジュニアと世界ジュニアの 81kg 級で立て続けに優勝を飾った。2011年には、地元パリで開催された世界選手権に出場するが5位となった。2012年ロンドンオリンピックには、アラン・シュミットとの代表争いに敗れ、出場できなかった。2013年には4月のヨーロッパ選手権で3位となると、8月の世界選手権では、決勝でグルジアのアブタンディル・チリキシビリを技ありで破り優勝を飾った。11月のグランドスラム、東京決勝では、地元、日本の長瀬厚樹の圧勝で敗れ銀メダルとなった。ついで2014年の世界選手権では準決勝で敗れるが3位決定戦で長瀬を技ありで破って3位となっている。だが2015年の世界選手権では決勝で日本の長瀬に一本負けを喫して2位に終わった。その後練習中に背負い投げを仕掛けた際に膝を痛め長期離脱した。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは怪我による練習不足もあって、初戦でカナダのアントワーヌ・バロア・フォルティエと対戦するも敗れた。その後は怪我などで低迷していたが、90kg 級に階級を上げると、2017年の世界団体で3位になった。2019年のヨーロッパオープンオディベイラスで優勝した。IJF 世界ランキングは217ポイント獲得で120位。81kg 級での戦績、91kg 級での戦績。ありがとうございます。